IAQ 制御搭載のパナソニック熱高機調システムカセット型の使い方やお手入れ方法についてご紹介いたします。熱交換器ユニットは天井や床下、壁に埋め込み設置して24時間換気と熱交換を併せ持つ省エネで快適な換気設備商品です。熱交換タイプなので冷暖房時の換気による熱ロスを抑え、エアコンの負荷を軽減し省エネにつながります。また外気の汚れをフィルターできれいにして室内へ取り入れ、上質な室内の空気環境を作ります。温湿度センサー付き、アイセグ2対応タイプのリモコンの操作方法や注意事項についてご紹介いたします。運転切り入りスイッチで換気運転を開始、3秒以上長押しすると停止します。運転中は運転ランプが点灯します。点滅時はモーター異常などの合図となりますので、販売店または工事店にご連絡ください。リモコン蓋を開ける場合はくぼみに指をかけるとスムーズに開閉が行えます。風量スイッチで自動運転、弱、標準の切り替えが行えます。自動は換気量を自動で切り替え、標準は24時間換気、弱は換気量を少なくします。通常は自動運転または標準運転でお使いください。スイッチ操作後10秒経過するとランプが暗くなり、ボタン操作が無効になります。いずれかのボタンを押すとランプの明るさが元に戻り、操作が再び可能になります。電動スイッチは別売り品のパナソニック製レンジフードや天井埋め込み型空気清浄機などとの連動をする施工をしている場合、その機器との連動運転の入り切りと連動モードを切り替えます。連動運転中はランプが点灯します。本体のお手入れ時期の目安についてご紹介します。排気フィルターと粗塵防虫フィルターのお手入れ時期になると、お手入れランプが点滅してお知らせします。フィルターのお手入れ後はリセットスイッチを3秒以上押すと点滅から点灯に変わり、手を離すと消灯してリセットされます。フィルターお手入れ時期は工場出荷時はお手入れ周期設定を短めにセットしています。温度センサー付きスタンダードタイプとシンプルタイプのリモコンの操作方法や注意事項についてご紹介いたします。運転中は風量ランプが点灯します。点滅時はモーター異常などの合図となりますので、販売店または工事店にご連絡ください。風量スイッチで自動、標準、弱運転の切り替えが行え、運転中はランプが点灯します。標準は24時間換気、弱は換気量を少なくします。本体のお手入れ時期の目安についてご紹介します。排気フィルターと粗塵防虫フィルターのお手入れ時期になると、お手入れランプが点滅してお知らせします。フィルターのお手入れ後はリセットスイッチを3秒以上押すと点滅から点灯に変わり、手を離すと消灯してリセットされます。フィルターお手入れ時期は工場出荷時はお手入れ周期設定を短めにセットしています。本体のお手入れ方法についてご紹介します。
まずは各部の名称とその働きについてご説明します。熱酵素子や本体内部に入るホコリを取り除く排気フィルター、外気を室温に近づけて吸気するための熱交換素子、室内に入る大きなゴミやホコリ、虫などを取り除く粗塵防虫フィルター、室外からの微小粒子の侵入を低減する吸気清浄フィルターと、それを内蔵しているフィルターケースなどがあります。熱交換素子のお手入れは年に1回程度、排気フィルター、粗塵防虫フィルターは月に1回程度を目安に定期的なお手入れをお願いします。地域や周囲の環境などによりお手入れの頻度が高くなることがあります。特に夏終了時には必ずお手入れしてください。吸気清浄フィルターはお手入れ不要ですが、約2年に1回を目安に交換が必要となります。フィルターや熱交換素子は定期的にお手入れしてください。お手入れしないと騒音や風量の低下、陶器に本体やチューブなどの結露の原因となります。お手入れの際は運転を停止し、分電盤のブレーカーを必ずお切りください。高いところでの作業となりますので、ホコリの落下と足場には十分気をつけてください。排気フィルターのお手入れ方法をご説明します。掃除機で表面のゴミ、ホコリなどを吸い取ってください。汚れがひどい場合は排気フィルターを取り外し、台所中性洗剤で洗い流します。まず排気フィルターの左右2箇所のレバーを押しながら下側に開き、紐を外して排気フィルターを取り外します。調整板の2箇所のつまみを押しながら調整板を取り外し、フィルターの取っ手を持ちフィルターを取り外します。ぬるま湯に浸し、台所用中性洗剤で洗い、しっかりと台所用中性洗剤を洗い流した後、自然に乾燥させます。台所用中性洗剤が残っていると樹脂の割れや変色、変質の恐れがあります。粗塵防虫フィルターのお手入れ方法をご説明いたします。排気フィルターを開きます。固定つまみを2箇所回転させ、フィルターケースを下方に引き出します。その際、ゴミ、ホコリ、結露水が落ちることがありますのでご注意ください。次に粗塵防虫フィルターを取り外します。粗塵防虫フィルターの取っ手をカチッと音がするまで引きます。取っ手を持ち矢印の方向に引き、最後に下方に引いて取り外します。取っ手は引き出したままフィルターの爪を軽く押して開き、フィルターからフィルター枠を外します。その際に中のゴミが落ちますので、ゴミ袋などの上で外してください。フィルターは表面のゴミ、ホコリなどを掃除機で吸い取ってください。フィルター枠とスライド枠は掃除機で表面のゴミ、ホコリを吸い取った後、乾いた布で汚れを拭き取ってください。お手入れが終了したら組み立てます。フィルター枠にスライド枠をはめ込み、取っ手を引き出します。フィルターの引っ掛け部をフィルター枠にカチッと音がするまで押します。取っ手の引っ掛け部をフィルターのオーブに指を挟まないよう、手のひらでカチッと音がするまで押し込んでください。熱交換素子のお手入れ方法をご説明いたします。排気フィルターを本体から外し、掃除機で熱交換素子カバーの表面のゴミ、
ほこりなどを吸い取り、乾いた布で拭き取ってください。吸気清浄フィルターの取り替え方法をご説明いたします。古くなったフィルターを取り外します。包装用ポリ袋からフィルターを取り出し、使用開始日をフィルター枠の記入欄に市販の油性ペンにて記入してください。フィルターケースにフィルターを挿入すれば完了です。お手入れが終わりましたら、外し方の逆の順序で確実に組み立ててください。取っ手を収納した状態の素塵防虫フィルターを本体の溝に合わせて差し込んでください。素塵防虫フィルターの取っ手を本体の穴にはめ込み、換気フィルターにフィルターを取り付けます。調整板の爪を排気フィルターの穴に差し込み、つまみを押しながら調整板を取り付けます。フィルターケース、排気フィルターを元通り取り付けてください。熱交気帳システム、カセット型のお手入れ方法は以上となります。Panasonic